さあ今日はハイゲート墓地にやってまいりました。ここの墓地は今も入ることができるんですよ。応募することができるんですね。ただですね、もう5年後にはここをもう全部埋葬する土地がもうそれぐらいにはなくなるだろうと言われているので、入りたい方はお早めにということです。